ムックスタディ日本の歴史、はい」第28回目でいす。今回はですね、はい、皆様に、まあ、リスナーの皆様にご報告ということで、はい、なんとこの番組が世界で、はいえー、45カ国と地域、はいはい、要するに45の国でですね、はい ダウンロードされれてて聞かれてるとすすすごいでで日本のの歴史ななに <laughs> そうなんですよ、うん、だからまあ聞いてもらってる方はね、はい、もしかしたらまあ日本人の方がその現地にいて、はい、まあお仕事とかでいて聞かれてると予測されるんですけども具体的な部分は分かりませんけどもいずれにせよ数字として出てきてるのが45カ国と、はい、すごいですね。 そう、ね、だから、あのー、これねやる前はわからない話なんですけど、はい、インターネットすげえなっていう、うん、確かにね <laughs> そ,うそういう時代なんですねそういう時代なんですよ<今>だからなんかそのね FMAM ラジオの方がなんか強いような、うん、まあ実際強いかもしれないですけども結局そのインターネットといういわゆる波を伝っていくと、うん、本当にエリアというかねうんうん、うん 関係ないんだなっていいううそやいやこうやりながらね <うん S 1> 結構びっくりしてるんですけどもしかも日本でもダウンロード数がすごいんですよね急になんかここ数週間でまた一気に伸びて一気に伸びてあのこれアップルポッドキャストで聞かれてる方はぜひちょっと。 チェックしていただきたいんですけどもあのー、アップルのですね、はい、ポッドキャストのカテゴリーを見てみますと、はい、まあこれカテゴライズされてまして、はい、社会文化かなと、うんはい、いうカテゴリーがありましてそこでですね、はいあのー、6位まで来てる、えー、6位じゃ八8位まで来てるんですよでです,、ね、すごいですよね、はい、だからあのー、これ皆様がダウンロードしていただければ いただくほど当たり前ですけどもランキングは数字として上がっていくということで社会文化カテゴリーですからねぜひ僕も実はダウンロードじゃない方法で聞いてたんでこないだ教わったんでダウンロードして聞いていただくと数字に反映されるということですね。でまあ聞き方はね本当に何んですかねもう52っていう形ではあるんですけども。 ポッドキャストの数字の取り方が今時点では結構ダウンロード数っていうのが一つの軸になるので皆様ぜひダウンロードでダウンロードでぜひ、ね、この社会文化カテゴリーでですね、はい、1>, 1位を取りたいなとそうですねはいぜひ皆さんのご協力をご協力を <laughs> お願いします、はい、あのダウンロードしてない方はぜひ していただいてということで、はい、あのー、お知らせとお願いからスタートしましたけれども、はい、今回はですね、はい、え前回に引き続きと言いますか、はい、まあ政治家シリーズというこ昭和の政治家シリーズということで、えー、広田幸喜さんをえやりたいなと広田幸喜ですね,ですねはいお願いしますそもそも 文はたさんを知ってましたえとです、ね、つい10分ぐらいに <laughs> 10分前ぐらいにあのこの番組ねもう打ち合わせもないし、はい、まあ僕も大して勉強してないで来ちゃうんで、はい、まあたまに間違ったこと言っちゃうかもしれないんでその辺はね、はい、ちょっと皆さんあの、はい、多めに素人の,、ね、あの歴史好きおじさんがしゃべってると思ってもらえれば。 いいんですけど、はい、あの広田康基さんっていうのは、はい、あの外務大臣されたり、はい、えっと総理大臣も実はされてる人で、えっと割とあの僕が好きなタイプの政治家、まあ政治外交官政治家なんで、まあ、前回浜口お浜、えー、浜口雄一さんを、はいね、やったんですね。すねあの。 ちょっとねあの歴史好きの人おき続きかもしれないんですけど城山三郎さんっていう作家僕ね知,ってす知らないですねこういう人ばっかり書いて僕ねその人のファンなんで <laughs> なるほど基本的にその人が取り上げた人物が大体好きになっちゃうんであの両名とも城山三郎さんが書かれているなるほど、まあえー、とそれだけだとね情報が偏っちゃうんでそれはうあの100%うのみにはしませんけれども、まあ、ちょっとそこが あの元になってますのであのちょっと偏りがあると思うんですけど、はい、まずね広田さんっていうのは、まあ、外交官としてもすごいあの当然有能なんですけど、まあ、政治家としてあのやっぱりこう南極っていうかあの昭和の初期の頃っていうのは、まあ、戦争もありで今の日本と違いまして、えー、今の 日本っていうのはねどっちかというと国会があって政党同士がやりますけど国会の他に軍部っていうのがあったんでそういう時代なんでうん結局軍部はあの統帥権っていうのがあってあの前回もちょろっと触れたんですけど統帥権っていうのは直接天皇とつながっちゃってるんでここは国民の代表の国会議員だろうが。 えと官僚要するにあの国家公務員だろうが手をつけられないところなんで要するにあの改革が非常にしづらいまたはできないところなんでなんそことの戦いもあるんですよ。内側での戦いだから例えば国民目線でやろうとしても軍がそれに反対したら。 基本的にはちょっと立ち向かえないよぐらい軍が力を持ってた時代ではあるんですよ。うんうん、でもちろん軍人の中でも強硬派もいるし、はい、そういう,なんていう国会議員と協調していこうというもちろんその両派がいると思うんですけど、はい、やっぱりそのもうすぐ戦争とか、えー、戦争を準備しないといけないっていう段階においてはうん、うん、やっぱりこれはどこの国でもそうだと思うんですけど戦いに勝たないといけないから軍部がますます力を持っちゃうってうそういう時代に えと出てきた政治家なんですよ、はいで大体その時代っていうのは、えー、軍人そのものがもう総理大臣も兼ねちゃうケースも多いんですけど、うんまあ、広田耕輝さんはその時代で、まあえー、外交官政治家なので軍部と、まあ、ある意味、えー、要するに完全に対立しちゃうともう内閣総辞職しかないんですよ。前回も言ったようにはい、はいえ えー、陸軍大臣と海軍大臣は、はいうん、陸軍と海軍から出るんで、うん、陸軍と海軍に嫌われた総理大臣は、大臣出してもらえないんで、うん、組閣できないんですよ。<laughs> ね、不思議な話ですね、うん、不思議なね。だから今考えると不思議な話、うん、だから例えば今ね、じゃあ、文豪が総理大臣になります。うん、で、ほぼ他のところは自分が、じゃあこの人、適任だなと思ってやるじゃな、はい。で 軍人のえっ、ー、と陸軍と海軍大臣だけが僕に権限があるって言った時、はい、あの要するに広瀬と対立した時点で、うん、もう内閣ダメなわけっていうことになりますよね、うん、だからいくら戦争反対な立場を、うん、の政治家であっても、うん、ある程度軍部と協調しないと、うん または軍の要求を飲まないと成立しなななない時代なんですよ時代代んでですすよ不不思思議議ね、うん、だから僕は広田耕喜さんというのはかなり平和主義者だと思いますけど、はい、ある意味あの、まあ、軍部の言いなりの部分も出てきちゃうんですね。そ,れはそうじゃないとこうあの組閣できないとか、うん、運営できないんで,でそういった意味でいろいろまあ賛否がある人であるんですけどただあの時代で。 軍を敵にも回せない、うん、かといって完全に,要するに平和戦争反対の人であるからじゃあどう立ち振る舞うのかってなった時に、はいうん、多分、ね、相当難しいとまあ本当に賢くやらなきゃいけないですう。でしかも、例えば、えー、とさっきの例えで言うと、ね、あの広瀬とだけ協調していればいいんだったらまだやりようがあると思うんだけど軍部っていうのは大人数なんで。はい そそれはももううすごいい過激なやつもいるしそうですよね、うん、でさらにその直前要するに広田光輝さんが組閣内閣総理大臣になる直前に226事件が起きてるんですよ。あなるほどで226事件って、えー、の現役の将校が現役の総理大臣とかを襲撃してるんで、うん、あの本当に殺される時代なんですね。うん 要するに軍と協調もしないといけないながら、うん、戦争反対の道を行かないといけないので、うん、非常に難しいんですよ。うんうん、でそこでまあ苦労されていろいろやったんですけど結局戦争に突入して、うんでえー、いざ戦争になって、まあ、結局負けるんですけど、はい、そうなった時にあの極東軍事裁判というのが行われるわけです。でですすねね通称東京裁判ですけど、はい、あ,のあれです、ね、今のの現在の 政治家の方々が「靖国」にてってっていうなんかいろいろ賛否ありますけどものでしかもその東京裁判って実は事後法っていうやつで何、うん、ていうんですか、ね、後ででできた法律裁裁くっていう前代未聞の裁判すごいの、ねね、だから例えば今文庫がねたまにじゃあタバコ吸ってますってって、はい、後で、うん、タバコ禁止ができた時、うん、あの時吸ってたじゃんでそれで裁かれる法律何ていうのか いけない絶対ダメなのそう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 、うん、要するにいきなり戦争終わった後に、はい、平和に対する罪っていうのを無理やり作って、うん、遡ってその前にあれですよあのあのその軍事裁判なんで。 アメリカとかソ連とかイギリスとかいろんな国が出てますけどその人たちも植民地でひどいことしてるわけですよ。すよね、なのに、うん、日本だけ侵略したってことで世界中侵略しまくってた時代にしかも当時はあのそれが国際常識なんで、うん、当時のね、うん、だから全く他の国には罪は問われないけどいざ負け要するに勝った国と負けた国になった時に、うん、あの。 明確に罪に問えないわけですよ、うん、殺人罪とか、ね、だか自分たちも殺してるから。うん、だから、無理やりなんか法律を作って、それを裁くっていう、うん、ちょっとまあ、まあ、要するに見せしめ的なことをやったんですけど、はい、その時、うん、当然ながら戦争責任なんで、あの軍人の人が大半の中、一、え、人、ーまあ、広田幸樹さんだけ、えー、永久戦犯で処刑されるんですけど、うん、その時の態度が僕的には、 なんていうの前回の浜口大崎さんに通じるものがあるっていうかんか人間こう切羽詰まった時、うん、もっと言っちゃえば死,を死の直前、はい、また死を覚悟した時の態度が最も人間性で出る、はい、わけじゃない、うん、で濱口さんは両脇抱え、うん、られながら病院から出て、うん、要するに答弁をしたと、うん、まあその後のその直後ぐらいすぐ亡くなってますけど広、はい、田うきさんはえっ、ー、と他の文官 の方は何人かいるんですけど、うん、全部軍部がやったから自分たちはどうすることもできないんだっていうことで、まあ、ある意味合ってるんですよ。ていうことで、うん、死刑はみんな免れてるね永久、うん、先輩の人。うん、ただ広田幸樹さんだけは一切の弁明をせずに結局何も要するに黙秘を貫いて文官で唯一処刑されるっていうね、はい、そういう生き方。うん、うん まあ一説にはだからえと天皇とかえとそ,のその他文官とかあの類が及ばないようにまあ自分で食い止めたっていう説もあるしまあとにかくまあ志がすごくある政治家だなと。う ずっっっととだたてこで、すね軍人は意外とそういう時腹くくってない人もいて、結構打ち合もめとかするのよ。お前が結構指導しただろうみたいなね。俺はそこまで指導してないんうなっていう中、態度が立派なのと、あと確かにあの状態、要するにあの時代で軍務に抵抗するのっていうのは非常に難しいから。 えと例えば、えー、と被告側なんでね永久戦犯なんで,、はい、で対する相手っていうのは検事になるわけじゃないですか首、はい、席検事の人っていうのはものすごく要するにみんなを罪に問わせる側の人だから、うん、もう全員悪いって言ってもう罵倒するわけですよけど広田耕輝にはあの死刑はないよなって要するに。 検事側が言っちゃうぐらいなでもそれもひっくるめて受け入れてでこれね見た方もいるかもしれない NHK スペシャルとかでその模様って残ってるんですよ映像で。映像で。すで要するに判決を要するに英語なんで「デス・バイ・ハンキング」要するに公主刑って言った時にもう微動だにしないからね要するに死刑宣告されてもなんていうのかな。 えと動揺がないというかもう腹くくってるっていうかもうでもそうなることは分かってたっていうことなんですか、ね、そうそう,そう,そうでえう、ー、とまで、あ、それが賛否いろいろありますけど、うん、奥さんもすごくよくできた人で、うん、自分が残ってると、えー、いると、うん、自分の旦那さんが要するに判断に要するに家族を守るためっていう行動が起きちゃいけないということで、うん、裁判になる直前に自殺してるんです <laughs> 夫婦愛というかかす,す,すごいいのかなろいろありまして美談にしていいのかどうかっていうのもね、うん、クエスチョンですけどそれぐらいな,るほどなんていうのかなこう、まあ、旦那を慕ってたというかうん、うん、っていうところがあって<ー>だからまあもちろんねいろいろ見方によってはやっぱり軍部の暴走を。 止められなかった人ではあるので法律というか仕組み上僕はちょっと止めようがなかったと思いますけど、うん、まあもちろん非はあると思うんですけどねうん、うん、けどそれにしてもその責任の取り方とか、うん、あとやっぱ軍部に殺されるのを恐れずに、まあ、ある意味少しは抵抗できた方なんじゃないかなっていうのでうん、うん、う僕はね気骨のある。 政治家だなとなるほどですね、うん、これね、僕今ちょっと資料見てますけど、はいはい、裁判官、11名なんですね、はい、裁判官が、3人が無罪を、2>, はい、2人が、えー、禁固刑を、はい、だから、11人中5人は、その要するに死刑ではないということを言ってるから。 五対六で死刑になっちゃう、ね、そういうことですよね。まあ一一票差っていうか他の人はもうほぼ死刑、うん、もうその余地がないっていうかね。だからなんかねそこが本当にでも逆にあれですよねここでもし死刑ではなくてうん、うん、あのその一票でね。うんうん あの要するに、金庫,ね、金庫系とかになってたら、うん、これまたこれはこれでちょっと状況というか、うん、それはそれでね、うんうん、変わってきてるのかな,なんて、そうだね。で、これね、またね、運命の分かれ道で、うん、運命の分かれ道っていうのは、なぜかっていうと、えー、と公式になったのが、えーと、全部で7人かな、うんえと、確か7人だと思うんですけど、はいはい、それ以外に永久先輩って、おそらく2何人か30人近くいったと思うんですよ。うん、でえー、と 要するに終身刑とかね要するに死刑の次は終身刑なんで、はい、終身刑になった永久先輩の人もいるんですけど、うん、後々要するにその当時は、うんえー、日本の脅威をやっつけるために徹底的に叩こうと、うん、もっと言っちゃえば天皇まで責任をやろうっていうぐらいの意気込みでマッカーサーは来たと思うんですけど、うん、実は事態が変わって。うん えとアメリカが最も恐れてたのは共産主義が台頭することだったのね、要するにソ連。はい、で、中国って元々、もともと前回も言いましたけど、国民党と共産党が戦ってたんだけど、圧倒的に国民党が強かったのに、共産党が勝っちゃったわけね、はい、毛沢東が。うん、なので、ソ連と中国が共産化して、うん、さらにヨーロッパの半分、東側が。 共産化しちゃったんで、うん、これ危ないってこところでいきなり方,方向転換して、アメリカは日本を徹底的にやっつけるはずだったのが、うん、日本を味方にしようと言って資本主義に変わったの方針が。 財閥解体とか、一切解体されてないですよ、三井も三菱も全部あるでしょ、途中で路線変わっちゃって、解体しなかった、それと同じで、永久戦犯の人も実は終身刑て言われてる、全部釈放されてる、だから公子刑の人だけ死刑になっちゃって、だから永久戦犯だった今の総理大臣、安倍さんのおじいさんかな、おじいさんの岸信介も後々総理大臣までなって、永久戦犯ですからね。 だから終身刑そのままね、牢屋に入れられると思いきは実は、うんまあ、すぐでもないですけど、うんまあ、終身刑に比べたら釈放されて、社会で活躍できたから、その1票の差がなければ、そういういことですよ、ね、要するに死刑以外の人って、実はその先の人生、ずっと刑務所ではないんで、なかったの、世界が変わっちゃったんで、ん情勢が。いやなんか本当に 運命の分かれ道というかねそうだからいかに裁判とか、うん、まあ今もそうですけど、うん、要するに国際情勢とかねあのなんうの微妙な政治バランスとかで問われる罪も変わっちゃうし、うん、量刑も変わっちゃうんですよね有名なのはねかちょっと前に、えー、イラク戦争ね、はい、大量破壊兵器があるっつって、うん、フセインを殺しに行って死んだ後になかったってなっちゃったでしょ。だからもう なんか後付けでいろいろなっちゃうからそういう時代なんでね,ねなんかもうちょっとねそこまでいくと誰がこう糸をね引いてるのかちょっとわからないですけどうんうん、うん、そうなんですよいやーでも廣田さんもあれですね、うん、運命のかうか、ね、そうだからもしそこでねあの死刑じゃなくて、うん、まあ均衡刑要するに終身刑であれば、うん、また活躍の場があったのかなとそうですよね、うんまあ、本人が出たかはかりませんけどね。 そんな感じですね,ですね今回はじゃあひろたこうきさんでいいですかです、ね、今回のテーマは今<回>最初と最後いい、ね、一緒ですねそうですね今回は珍しく一緒です。<laughs> 一緒ですね、うんえー、今回のテーマは広田たこうきさんでしたむくむくラジオだべ <laughs> むくむくラジオだべ ムックムックラジオだべ。